どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。1日40回トイレに行く女さやです。行き過ぎだろさすがに。それはもう困る、もう大変。ですうわー、なになになに、どこここ、初めて見た、ケンタロスじゃん。黒タウルスが、ちょっと画面が黒タウルスじゃん、なにこれなにこれ、黒タウルスが、知らん知らん知らん、格闘なんだ、悪タイプじゃなかった、かっこいい。あのメンバーちょっと増えてるんですよ。そういや増えてないのよ別に。増えてる増えてる、見て見て、あの新メンバーマイさんでございます、はい、いや新メンバーじゃない、まだ入ってないから。マイさん、マイさん入れてよ。なんだ頭悪い、急に急に頭悪い名前、かわいいじゃない、感想じゃないかこれ。かわいいじゃん。とりあえずここですよ、我々が行きたいのは。そう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 、いや待てよ、事務所行く前にちょっとピクニックするか一回。侵入は許せない。ここでピクニックするか。晩ご飯の時間ですよ、はい、いや俺はもうね、うん、フリーモードでしょ。フリーモードに決まってるでしょ。フリースタイルに決まってる。フリースタイルよ。ピクルス俺嫌いだから入れない、うん、焼きベーコンも美味しい、ハムスライスも美味しい。いやどうしよう、チーズ入れる、チーズ、チーズ入れるか、うん、甘じょっぱい、エッグとチーズとイチゴ。いやイチゴ絶対まずい。いや大人の酸味、ほんと、うん、えピックどうする。あピカピックかわよ、あかわいい。え V ピックは、あかわいい。ピカでいこう。もうこれは絶対美味しいの作ってみせる、うん、これだってどう考えてもさ、うまいもん、いや、いちごがいらんな。なんで、とりあえず、皆さん、ゲンさんが食べ物もうちょっとさ、丁寧に置こう。死ぬほど水分含んでんだよな。ペチャってやめてほしい。ペチャってもうちょっとレタス水切ろうっていう感じになってる。3つ、あ、美味しそう。いちご、今いちご、今いちご、今いちご、ここに、うん、やっぱチーズといちごは絶対まずい、合うから。やばくないか、やばいちごさ、これさ、スライスっていうか結構スライスしてないよ、半分じゃないこれ。これはベーコンやばくない、ベーコン、ベーコン、ベーコンやばいよね、ここはいちごの間に、うわぁ、うわぁ、あ、ベーコン、ベーコン、それの大丈夫だ、消えてないから、乗ってる判定、乗ってる判定なんだ、ベーコン行かないで、エッグがコロリ、エッグがコロリ、待ってむずすぎ、あ、ハムがまだあった、あ、もう終わったんじゃないこれ、あ、あ、嘘でしょ。ベーコン誰もいなくなったか、ベーコン一個もなくなったんだけど。ベーコン消してるわよ。ねえ。ああ。カス。カスカス。クソみてえなパンできたの。なんだこれ。ピカチュウの顔が怒ってるよちょっと。ピカチュウの墓みたいになっちゃってるじゃん、なんかもう。ずれずれや。本当？大丈夫？おいしいね。あ、おいしいんじゃない？おいしい。あ、おいしいんじゃない？これは。お。これは最高に美味しいみたい。星3じゃん、結構いいんじゃない、わかんないけど、星いくつがいいのかわからん。星めっちゅだす、イエーイ。違うのよ、俺は事務所に来たの、一生終わんねえよこのゲーム。お邪魔ー。あー、今回はネモ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 音楽ないわ。あ、いた、あ、いた。もう先回り、電話とかじゃなかった。え、なついよ、絶対 GPS つけてんだろ俺に。すっとぼけ、うん。また同じジムでばったりなんてすごい奇遇だね。怖いんだよな、この子普通に怖いよね。ほんと偶然。ポケモン20匹ぐらい鍛えながら応援してるね。最低でも参戦はやろうとしてるね。よっこそボールジムへ。どこ見てんの。ひまわり集め。そうなんだ。何それ、めっちゃ楽しい。ひまナッツもさらってきていいんですか、ね、でそのひまナッツちょっとあの右のほっぺに入れてこう、可愛いから。かわいい。買うならひまナッツとレッグーザだよな。なんでだよ。なんでそんなサイズ差あるん。わかんねえ基準が。決まねえ、お願いします。え、街中に散らばったんだ。街中、希望系この柵の中じゃなくて、ね、街中からここに集めろってやつじゃない。疲れてるけど、疲れてるけど大丈夫。え、疲れてるけどどうした。疲れてるけど大丈夫。ライドしたいと決まらない、決まらない。鬼かお前。あ、かわいい。え、嘘、え、ついてきてくれない。あ、かわいい、かわいい。そこにいる。え、なんで、やる気ないけど。元気、どうした。もしかして夜だから寝てんじゃない。そういうこと、ね、もう疲れちゃったんじゃない。もう待ちくたびれてんだよ、うん、俺についてこれるかな。くそ早いよ。ついてこれる、ついてこれる俺に。やめて、挟まっちゃう。ねえベビちゃん、やめて、ひまわりがそっちから行けない。よしよしよし。あ、かわいい、こいつら。やれる。で、ひまわりーズで写真撮ろう、かわいいから。あ、この歯の前で撮ろう。歯なのこれ。来れてない、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 そんな、あ、こっちこっち、や、おいでおいで、あー、かわいい、処理打ちしてて、かわいい。これ、ジム向いて、みんな全然向いてくんない、みんな茎見せてくる、かわいい、ね、夏美くん、今日も、いいじゃん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 、かわいい、かわいい、だろ、
ここひまわり牧場。ひまわり牧場だね。で、ネイチャーアーティスト。へえ、ネイチャーアーティストなんだ。挑みますよ。はい。はいはい、はい。私はコルサ。はい。草ポケモン専門の芸術家。それでは私たち二人の合作アートを作るとするか。二人で初の共同作業です。ちょっと寝てほしいよね。なんかクマすごいよ。あーごめんね、ちょっと行き過ぎたばっかりに。ごめんね。ほんとごめん、マジで。ジュリレー。かわいい。ウソッキーじゃないて。ウソッキーは虫じゃないて。出た、トラップ系。デレレレー。あれ待って、虫タイプのジムって前回？うん、虫タイプのジムは前回です。あれおかしいね。そうか、今回草か。うんうん。じゃあウソッキーは本当の木になれるんだ。芸術だね、それは確かに。確かに芸術だ。嘘つきじゃなくなるんだ。嘘つきじゃなくなる。あー、ついに植物になる瞬間が。おめでとう。どうしたどうしたどうした。かわいい。なんだなんだそれは。盛り上がったとこ悪い、本当に。あー、頑丈でよかった。草分け。何草分けって。いてような気がした。ザクチュン。ザクチュン、綺麗。綺麗だわ、テラスタル。ウソッキー本当の木になって、なんか満足そうな顔してた、ね、俺は木になれたんだ、この瞬間だけでも。アートか、それも。アートだよ、それも。アバンギャルだ。アバンギャル、やったー。3000円。もう結構くれる。全部ピクニック台に使います。貴様との戦いを芸術と言わずして、他の何を芸術と呼ぶのだ。ありがとう、アートです。私の審査は文句なしの合格だ。その証にバッジを進呈しよう。記念撮影にも応じてやるぞ。やったー。いや、今回はいい顔するんだよね、さすがに。やっぱガチボイ勢に怒られるかも。さすがに。おー、よかったー。いい顔。いや、こういう顔が見たかったんだよ。そうだよ。かわいそうだろ、前回。あんな嫌な顔されて。本当だよ。すごい嬉しそう。すごい顔してる。ね。インスピレーションが止まらん。止まらんぞ。興奮してらっしゃる。新作の制作に取り掛かるゆえ、これにて失礼。さらばだ。素晴らしい。クリエイターの鏡です。個性激しい人いるけど、すごいすごい人来た。あなたが噂の夏リオくんですかね。あれソードシールドで金持ちやってませんでした。小生は発作さん。ポケモンリーグ、すごい。四天王が一人、アカデミーでは美術を担当していますね。夏リオくんはどうしてジムバッジを集め、チャンピオンを目指しているのです。覇王になるため。あなたのご友人ネモくんはパルデア史上最年少のチャンピオン。嘘。もしかするとあなたも彼女と同じ可能性を秘めているやもしれません、ね。まあ、ネモちゃんを超えるのは俺しかいないから。まあ俺しかいねえし。すごい、あそこどうした、あの街。大祭りじゃん。え、あの街何？あれ行ったことあるっけ？発酵シティ。あ、あ、ジャモちゃん。ジャモちゃん。え、ジャモちゃん行くか。なに？あれ、あれ、あれ、なんか知らんの見た。なんだこいつ。なんかさ、あれでしょ？昨今さ、世間を賑わせている。なんだこいつ。双子ちゃんじゃん。え、超可愛い。キキララって名前にしようよ。なんで多作品にするんだよ。可愛い。かわいそうだろ。まず、いててて、お前らどっから種。何タイプなこいつ。どっから種。あ、可愛い。あー、かわいい。かわいい、くるくるっちゃった。かわいい、やられちゃったね。かわいい。普通に捕まった。カップルポケモン。カップルポケモン。どんな時でも二人は一緒。見つけた餌はぴったりと半分こして仲良く食べる。じゃあニックネームつけるか。アイスクライマー。かわいいがちょっと死んじゃったから。かわいい。かわいそう。これ回復させてからのがいい。え、かわいい。月の石持ってんの。え、なに。そのままボックスへ送ろう。え、どういうこと。え、なんで取り上げちゃったの。なんだっけ、この子の名前覚えなさいんだけど。ドレディア。かわいい。かわいい。ツインテガールだよ、名前は。あれ、全然違う。ドレディアじゃない、天舞子だ。天崎舞子です。もうダメ。誰だよ。急にヒロイン感出てきた。かわいい。え、じゃあドレディアってドレディア。うっさ。かわいい。森を元気いっぱい飛び跳ねる。剥がれ落ちた、剥がれ落ちた皮。剥がれ落ちた皮はすりつぶすと腹痛を治す薬になる。あ、そうなんだ。大体さんじゃん。じゃあ大体さんだよ、これね、これはね。みんなやっぱり腹痛には、腹痛といえば大体さん。俺今作のディグダに会いたいわけよ。ほら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 、海だよ、海。海だー。海だよ、絶対海ディグダいるって。やっぱ海なし県民の原さんとしてはね。だって PV 海あり県民だよ。めちゃくちゃ九十九里浜舐めんなお前。おい、マリル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 。おいだー。おいだー。いたー。あ、え、え、どこ。あれ、なんで。お前、今笑っただろ、今笑っただろ、お前。今笑っただろ。お前もフッって言ったよね。フッって言ったでしょ、今ね。おら、よっしゃ。あー、きたー。エレキボール死にる。エレキボール結構強いよ。嘘。うん。バイバイ。やった。ほんとごめん。やっぱり水だ。あー、ニュルリ。いっけー。お、やったやったやった。
お、めっちゃ簡単に。いけちゃった。メディグだ。名前はうどん。かわいい。確かにうどんっぽい。ディグダに似るがまるで別の種類。生息環境に適応して偶然似たらしい。かわいい。面白い。あ、じゃあまるで別ポケモンなんだ。さらばマイさん。え、マイさんなんだ。さよならマイさん。お味噌や。お味噌うどんになったのに。どうした？どうした？似合う子だった？大丈夫か？心配だお前は。うちごとジュライ。ジュライか。クレッフィかわいい。会社の鍵持ってきちゃってんじゃん。トシ頑張れそうかわしたから頑張れよ。トシ休みごめんな。チュラスイトシでもそれ究極だから、ね、それやばいって。幼児太鼓やばいって。まずいって。もうちゃんと病院行った方がいい、うん、あの幼児に戻ってないでしっかり休んでほしい。着いたぜ。ただいま。わあ、なんかあれだね、賑やかな街だ ね。ハイテクとビジネス。この街にやられたんだ、ひとしは。ああ、ひとしをこんなにしたのはこの街だ。かわいい、なんじゃもちゃん。かわいい。なんじゃもちゃん。なんじゃもちゃんって VTuber に見えて、別に VTuber じゃないんだよ。ね、なんじゃもちゃん、あれ男の子だったら最高だな。なんかやめて、途端に性癖出してくる。あ、ネモ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 本が。ネモ回ってる。どうネモ来ちゃった。来ちゃう。ネモネモ来ちゃう。早い。早いよ。じゃあお前嘘だろそれは。早すぎる。夏休みなら大丈夫とは思うけど、ジム前の練習。え、それなんか手よくやろうとしてませんか。手いいな。うん、なんかあれじゃないですか。一回勝負しとこっかじゃないね。真面目な顔すんな。夏休みの顔見たらわかる。ますます強くなってるね。そそってるお前。大丈夫。絶対後ろにハートかスペードついてるって。やばい、高まっちゃってんじゃん、うん、めっちゃ強気なの。選ぶなよ俺のために。でもなんかさ、これぐらいの戦闘強っていうかさ、うん、これぐらいじゃないとチャンピオンになれないんだっていう、いや、そうなれないんだと思う、うん、感じもね。そういうこと。そうそう、相性悪っ。楽しみです。いいね。どんどん実っていく。やばいよ。実っていくじゃないよ。実っちゃったよ。それは確信犯じゃん。絶対密かじゃん。にゃろうって。あ、もしかして。あ、にゃおはだ。立つんか。にゃおは立つんか。にゃろうってって何。立ったー。かっこいい。かっこいい。これいい立ち方じゃない。立ったな。でも次の進化系もちょっと楽しみだ。待って待って、俺テラス立ったやつ火炎放射で沈めた。テラスってないのに育ちすぎたんだ。ああ実っちゃった。波川さん呼んできてほしい。本当は今すぐもう帰りたいけど、私もチャンピオンだから相手を思いやって我慢する。マジでさ、このさ、育てられてる感じが怖いね。今回のライバル枠全然違うよね。一緒にさ、こう育っていくホップってさ、切磋琢磨っていう感じだったけどさ、全然切磋琢磨じゃないんだもん。夏リオがもっともっとまあ、ちょっと強くなってさ。この業界空いてるのもね、いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいな。怖っ。え、これわざとだよね、この怖さ。番組出演ですか。いいんですか、ゲスト出演ですよ。ありがとうございます。動画配信者でもあるなんじゃもの番組に出演してコンテンツを盛り上げてください。任せてくださいよ。任せてください。 YouTuber ですよ、こっちとら。こっちも YouTuber なんです、うん、実は全員言ってんだろうな、これな。まあね、うん。うわ、勝手に配信されてる。え、キョロキョロしてる。どっか箱をハロちゃん言わせるか。言わせて。熱力乗りよ。あー、かわいい。なんでサービスのいい。ブルブルしてる。あまりの可愛さに震えている。リオチャロって言われてるから多分、うん、お、てなわけで僕とバトりたかったらこの番組を盛り上げてねって話。もう盛り上がっちゃってるよ、こんな奇跡の美少年来ちゃったら。街角ジェントルさん。あら、街角ジェントルさんじゃん。おや、夏リオさん奇遇ですね。この人オーラバリバリあるから、街歩いてるとこスカウトしたんだけど。いやいや、若い頃イケメンだった、絶対、うん、イケメンだった。これは、ね、今からこちらのジェントルさんとかくれんぼをしてもらいます。校長とかくれんぼせなあかん。この絵、あ、いた。この絵のとこにジェントルさんが潜んでるぞ。校長か。ででんねでん。ずいぶん可愛くなった。シュー、服だったみたい。これな、見っけた。シュー。おや、見つかってしまいましたか。隠れる気ないのに可愛い。じゃあ次のかくれんぼを始める前にテコ入れとして。テコ入れすんなって。あ、僕のファンと戦ってもらえよ。怪獣マニア出てこいや。やめろやめろ。やば、刺激するな。いけ、あ、やば。ちょっとほうじ茶悪いな。ほうじ茶悪い。てかそうだよ、だってこう電気じゃん。ね、戦うと思ってなかったもん ね。あ、でもいけるな、レベル。これちょっと話題になっちゃうな。パルデアの端官って呼ばれてる今。うん、なんで端官なんだ。なんで端官有名なんだ、パルデアでも。次の舞台はこちら、みんな大好きポケモンセンター。ここにもジェントルさんが潜んでいるから躍起になって躍起になって何してんだよ。お前は曲を得てる。
食を得ている。おや、うまく溶け込めたと思ったんですか。可愛い、もうなんじゃも様が見てる、ね、もうダメだって、倒しづらいけど、倒しづらいって、俺はボコボコにするよ、ね、この盛り上げ隊の中でもさ、そうそうそう、選ばれた存在なのかもしれないけど、でもここに出てこれるってことはだいぶ選ばれてるよね。ね、なんじゃも TV の、 あのメンバーシップ登録者なんで、メンバーさん限定であの毎月抽選で出れるのよ、うん、だよね、ごめんな、うん、なんか本当ありがとう、君の強い思いはね、うん、ちゃんと受け取った、受け継ぐよちゃんと、うん、え、びっくりした、びっくりした、そっかそっか、30か、ほうじ茶って30なの、そうだそうだ、え、やばいやばい、来てしまう、え、どこパンチしたら止まる、やめろよ、多分止めんなよ、あー、かわいい、つゆつゆだー、あかりちゃんって名前にしたい、出た、最後、さあ、ジェントルさんね、ジェントルさんどちらにいる、隠せてないのよ、オーラがもう、怒った、かわいいな、かわいい、足ちゃんと揃えて、目合う目合う、どんな技術すごい技術だ、どういうこと、お、物理をして勝負すれば僕の動画もっと楽しくなりそう、他のことしか考えてない、やっぱもう急上昇待ったなしよこれは、っていうの、あー、にっこり、さあ、てなわけでちょっと回復だけしてから行きたい、ピカピカ、神回ですよ、うん、これは、これはもう今回神回ですね、アイクラ連れてくのめちゃめちゃ面白いあいつは何なんだ頭変えた、頭変えたよ、言い方はない、もうちょっとエレクトリカルストリーマー、ジムリーダーなんじゃもに挑みますか、挑みますよ、行きます行きます、もうこうしたらビューティフルドリーマーですよ、そうなんだ雨、雨じゃん、めっちゃ雨、それはなんでなんで、雷必中にしてきたじゃん、やった、初コラボです、ねんで、夏りよし、今のお気持ちをどうぞ、ここはあれぶっとく、あ、うん、そう、ぶっといた方がいい、ぶりっこしとく、ね、ぶりっこしとこ、ほら、今のでも可愛いってなってるね、もう今同説20万のうちのね、はい、19万人ぐらいがね、リオちゃんのアカウント探しに行ってる今、可愛い、可愛い、あざてーな、なんじゃまちゃん、これ試合終わる頃には太ももパンパンになってそうだね、うん、確かにすごい素晴らしい、やっ と, やっと、1ターンで行きましたよ、何この子、何こ、あ、これなんか動画で見たやつじゃない、もう毒で行く、毒で行ってみる、もういっそ当倍のが強い気がする、普通に毒で、ありがとう、ありがとう、ありがとう、いつも笑顔の動画、ちょっと今日は笑ってないね、緊張してんだよ配信中だから、あ、そういうことか、うん、え、マジでギャル無双だね今回、ね、素晴らしい、いいねギャル、ちょっとギャルちゃん自信とか覚えさせたいね、うちのギャル超可愛い、大丈夫それは、マジザギンですしなんだけど、それはギャルじゃないんだよそれ業界人だよただの、ちょびりばー、これは古いよ、いや全部古い、ずっと古いよあら、お前電気になるんか、ね、マットショットじゃないんだろうな多分な、マットショット多分効かない気がしない、浮いてるし、あの子ふわふわしてて、そんな気するよ ね、幽霊だし、お、ヒゲをひらめき豆電球、なんじゃもの底力見せちゃるぞ、行くよって感じ、かわいい、かわいい、あざとい、あざとい、もうこの見るためにこの配信を見ているって感じだよね、うん、なんじゃもちゃんの、ちゃんと地面対策するんだな、ポイズンテール、いけ、ナイス、うー、ちょっとダメ、全然うつつつ、頼むよ、おー、ナイス、やった、火出た、よ、初火、おー、あとちょっと、あとちょっと、一回回復しとこう、あー、また提供は、提供はフレンドリーショップでお送りいたします、またも、ナイス、つつまる、ね、ママの原因に食らわれたことだった、怪しい光で、危ないね、危なかった、危なかった、危なかった、やった、倒した倒した、倒しました、提供はフレンドリーショップでお送りしました、ね、ちゃんと配信中の画面の後ろに広告出てんだよな、ね、看板だらけなんだよな、うん、あー、かわいい、悔しいけど僕の負け、皆の者を応援ありがとうだぞ、というわけでバズりまくのこの僕なんじゃもに勝利した夏りよしにはジムバッジと名誉をプレゼントしちゃいます、皆の者スクショタイムだぞ、いやもうほんとよ、うわ、かわいい、わ、かわいい、でもこれもうスクショが止まらないでしょ、もうこれみんなスクショタイムです、これ、ね、かわいい、よかった、この時表情と困ってなくて、なんかいるけど、あ、なんか最初にいた人じゃない、タコお姉さんだね、タコ美人お姉さん、うん、確か名前はりょうちゃん、あなたもチャンピオン、めっちゃ見とるじゃん目指していらっしゃるのですか、私はおもだ か, もだかポケモンジムを運営しているポケモンリーグ委員長、あ、すげえ偉い人、めっちゃ偉い人だ、うん、あなたがジムバッジを集めるならその先でお会いできるでしょう、それではごきげんよう、かっこいい女の人だね、かっこいい女性が多いね、うん、あなたもやめて追っかけてくるとかは本当間に合ってる、やばい、いっぱいいるんですようちいるんですよそういうやつが